いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？ Facebook で知り合う場合、相手との間に接点を見出せないとなかなか興味を惹かれないもの。プロフィール部分にきっかけとなる情報を加えれば、縁のある人の目に留まるかもしれません。そこで今回は10代から30代の独身男性190名に聞いたアンケートを参考に、この子ちょっといいかもと男性の興味を引く Facebook プロフィールをご紹介します。 1. 普通の笑顔をプロフィール写真に設定している。動物やアニメのアイコンじゃどんな人かわからん20代男性というように、実名 SNS の場合はプロフィール写真が本人のものかどうかを重要視する男性は多いようです。普段通りの笑顔の写真を使うと嫌味のない元の魅力を伝えられるかもしれません。 2. スポーツなど健康的な趣味を持っている。誘う口実が作りやすいし明朗活発なイメージ。30代男性というように、体を動かすのが好きな男性は自分と同じようにスポーツ好きな女性を好む傾向にあるようです。ゴルフや登山、サーフィンなど男性に親しみのあるスポーツなどを挙げてみてはいかがでしょうか。 3. 学校や出身地に共通点がある。まさか高校の後輩だと思わなかった20代男性というように、地元が同じだと分かった途端急激に距離が縮まるケースもあるようです。差し支えない範囲で出身地や出身校、卒業年度などを紹介しておいて損はないかもしれません。 4. 将来の夢や目標に光るものがある。メイクで女性を心から元気にしたいとか、人の幸せを考えているところに惹かれた20代男性というように、女性が掲げているキラキラした目標に惹かれる男性もいます。リッチになりたいなどの自己的なものではなく、他人の幸せに関わるものだと刺さるでしょう。